すべてつけることができなかったんですけれども、まあ、英語しかわからない子はちょっと心情で感じ取っていただければ嬉しいなと思います。では皆さん、人は好きですか？まあ、好きというよりも中高生期の方だと習慣的にやってる人が多いかなと思います。私も中学校の頃までは小さい頃から、まあ、朝起きたら神様に感謝して、夜寝る前も神様に感謝して終わるという習慣的な祈祷をしていましたね。で、小さい頃たまに二世同士で話したりするんですけれども、なんかアンシールとかそういう時になると、自分の親がご父母様の写真の前で泣きながら祈祷してるのを見て、あ、泣いた方がいいのかなと思って頑張って泣こうとしていた覚えがあります。多分みんなもちょっと嘘泣きではないですけど、泣いた方がいいのかなと思って頑張って泣こうとした店もいるのではないかなと思います。そんな感じで小さい頃は習慣的な祈祷でしたね。でも中学生の時まではそこまで悩みとかもなく、まあ、普通に育ってて友達もいっぱいいて、まあ、普通に過ごしてた感じだったご父母様に対する何か考えっていうのもあんまり深くなく普通に過ごしてたんですけれども、高校生ぐらいになると友達の幅も広がりますし、いろんなさまざまな情報が入ってくるようになって考えるようになりました。で、一つ御言葉を読んでいきたいと思うので、皆さん私がシージャと言ったら一緒に読んでいってください。ではいきます。シージャ、信仰生活は祈りの生活。君たちはしっかり五感を主観して、サタンから自分を守らなければならない。先生は身胸の使命を出発するとき五感を皆テストした。だから誰よりも多く祈祷した。君たちも使命を果たすためにまず祈祷しなさい。難しいとき暗い部屋でひざまずき、神の前に深い祈祷をするのである。祈れば過ちが少なくなり、祈らないと間違いが多くなる。もし祈祷の味を知ったならば、どんな食物よりも、映画よりも、どんな娯楽よりも素晴らしいことを知るであろう。祈祷によって難しい問題も解決が得られるし、また祈祷の世界は神秘的である。睡眠欲も食欲も祈祷で超えられる。私たちの使命は深い祈りと力強い祈祷によってその目的を果たすことができる。私たちの生涯は使命の生涯である。その使命の生涯を全うするためには祈祷の習慣性を持たなければならない。祈祷すれば心が神の方へ動き、そうすれば共にいますという体験を知るようになる。はい、ありがとうございます。1983年お父様の御言葉から抜粋させていただきました。このようにして、この御言葉は高校生の方と祈祷の大切さを知った後に出会った御言葉なんですけれども、習慣的な祈りからこのように求めるような祈りに変わった経路と、その祈祷に対する大切さを今から説明したいと思います。で、私たち人間は堕落して以降、このような中間位置に置かれるようになりました。で、神様の善霊人と関わる時には善の声が聞こえてきて、また悪霊人たちと関わる時には悪の声を聞けるような、そのような中間的位置の立場にいます。なので本当にこの祈祷っていうのは、この善霊人を中心として神様と会話することで、この善の作用が大きくなって、この悪に戸惑わされる自分たちではなくて、本当に善の作用を強めることが
できるその行動は行動こそが祈祷だと考えます。ちょっともう一つ紹介したいんですけれども、新情開拓のリー・ヨハン先生からの御言葉があるので、みんなでもう一度唱和していきましょう。しーざ。心の願い通りに生きるためには、世間のことをたくさん知っていても得になりません。多く知っているとかえって自分のことがわからなくなってしまいます。知らない方が自分を知ることができる場合があるのです。それは自分の中に神秘的な自己があるからです。神秘的な自己、すなわち霊人体を知ることが本当の自分を正しく知ることなのです。環境に支配される人は自分が分からなくなります。私たちは自分の責任分担を果たすことを通して情が豊かになっていくのです。でここの御言葉にある通り、私たちは自分の中に神秘的な自己があると書いてあるんですけれども、やっぱり自分の両親が一番何よりも何が正しくて何がダメなのかっていうのを知っているので、その神秘的な自己をちゃんと祈祷を通して見つけていくことによって、霊全体を知ることができて自分を正しく知ることができると書いてあります。で環境に支配される人は自分が分からなくなりなってしまうというと書いてあります。では皆さん、中高生の皆さんは今学生生活真っ只中に送っていると思うんですけれども、学校で普段学校では2世がたくさんいる環境というよりも、40人のクラスの中で自分一人が2世だったり、まあ恵まれている学校ですと、特に白子高校とかそこら辺だと、まあクラスに2、3人いるという、そのような環境圏にいると思います。でその学生生活をまとめると、例えば友達関係、または勉強、部活、遊び、この4つが学生生活の大半を占めるのではないかなと思います。で例えば友達関係ですと、まあ外の子たちといると大半の会話の内容中心が恋愛の話になってきます。これは多分みんなももう分かってるよって感じで、まあ、さっと流して友達関係を結んでるかもしれないんですけれども、まあ、そこで私は、葛藤した経験がありますね。でまた勉強も中心になってくると思います。進学校とかに行ってる子たちですと、本当に進行生活よりも休日も課題があるし、また大学に行こうって決めた瞬間から先生からもう勉強の話ばっかりだしみたいな感じで、勉強に追われている2世も多くいるかと思います。また部活をしている子もたくさんいますし、また遊びの誘いもすごい増えると思います。高校生になると行ける場所も増えてきますし、バイトをしてお金が貯まるので、まあ、親に迷惑をかけず自分で働いたお金で遊びに行くことも増えてくるんじゃないかなと思います。でそんな中で先ほど伝えたんですけれども、私はこの友達関係に少し高校1年生入ってから悩み始めるようになります。今から少しその体験談を祈祷の体験と含めて話していきたいと思います。私は高校入った時に別に嫌なことがあったわけじゃないんですけれども、何か違和感を感じるようになったんですね。で、まあ、普通に友達はたくさんいるし、別に嫌なことを言われるわけでもないし、でも なぜかその友達といる時に居心地が悪いというか、
なんかいつもちょっとな、なんだろう、憂鬱な気分になっている自分を初めて感じるようになったんですね。で、中学生の頃は結構、ちょっとあれですけど、教会の巨大姉妹たちと仲良くっていうよりかは部活に専念してたタイプだったので、すごい友達といても居心地が良かったんですよね。で、本当に今友達大好きって感じだったんですけれども、高校生になって初めて何かすごいなんか悲しい感情っていうか苦しい感情を覚えるようになりました。で、そんな中でその感情が何なのかが分からなかったので、初めてかな、初めてその人でその感情は何ですかっていうのを求めるようになりました。で、習慣的に祈祷をしていたので、多分神様が祈祷すればいいよって導いてくれたのか、親に相談を深くする前にまず祈祷、まあ、親にもちょっと学校がちょっとあんまりみたいなことは言ってたんですけれども、祈祷で深くこの感情は何ですかと問いかけるようになりました。私が主に祈祷していたのは、最初はこの苦しさは何ですかと神様にもうひたすらもう自分から神様に問いかける感じの祈祷だったんですね。でも、まあ、毎日嫌でも学校は来るわけで、だから朝になって、あ、また学校かみたいな、嫌なことがあったわけじゃないけど、なんか行きたくないなって思いながら、まあ、この苦しさは何ですかって、でもまあ今日も頑張りますって感じで、まあ、祈祷をしていたんですけれども、その祈祷を続けていく中で、お父様もこのような苦しみや葛藤をされたのですかという祈りに次はなったんですね。で、それも別に自分でなんかいい言葉を言おうとしてやったわけじゃなくて、勝手にそのような感情になってきて、でその時に、あ、お父様もこういう苦しみを味わったんだなっていうのを初めて悟ったんですね。で、その時にもっと苦しくなってきて、お父様も16歳の頃にイエス様と出会われて、まあ、周りの人たちはサタン系の人たちで、神様もまだ分からない人たちが多い中、なんか孤独、何か言うことがあったわけじゃないけれど、イエス様に出会って嬉しいはずなのに苦しまれた、そのようなこのもどかしい気持ちがこの時の私の気持ちだったのかな、お父様もこのような苦しみや葛藤されたのかなっていうのを悟ったんですね。で、そこから私はもっともっと深い祈祷をするようになりました。で、小さい頃はお母さんとかお父さんが泣いてるのを見て、自分も頑張って無理して泣いたっていうのは話しましたけれども、このお父様もこのような苦しみを葛藤されたのですかっていうのを感じてからは、本当にじゃあよし、今日も祈祷しようと思って、まあ、部屋に入った瞬間にもう涙が溢れてくる、そのような体験をしまして、でその時に感じたのは、やっぱこの涙は神様の涙なんだなっていうのをとても感じましたね。考えて流そうという涙ではなくて、神様はこのにも常に涙を流されてるんだなっていうのを、自分もびっくりするぐらい の体験だったんですけれども、本当になんかよく滝のようにっていう表現がよくあると思うんですけれども、その時は本当に滝のように流れていて、自分でもなんかちょっと病気になっちゃったんじゃないかって思うぐらい、自分がちょっと狂っちゃったんじゃないかと思うぐらい涙が溢れてっていうか経験をしました。で、最終的に最後、この3つ目に書いてある、神様はこの悲惨な世界を見てどれほど悲しみ苦しまれているのですかという祈祷に
至りましたね。で、私たちは学校生活の中で、2世っていうのを自覚があって、過ごしていると思うんですけれども、日々の生活の中で例えば聞きたくもないその恋愛の話をが耳に入ってきたりとか、例えばですけど、私も学校なかったですけど、強い子が弱い子をいじめてるのを見たくないのに、その現場に子を見てしまったりだとか、例えばですかね、弱い子のいじめとか悪口とか、そのような環境圏に私たちはいると思うんですね。でもし兄弟姉妹たちの中ですと、なかなかそういうことがないので、安全に平和だなって感じでいれるんですけれども、残念ながら私たちは2世はまだサタン圏が強い環境圏の中にいるので、そのような現場を目撃する2世は多いと思います。しかし、その環境を見たときに、嫌だな、こんな環境みたいな。もう私たちは、自分は兄弟姉妹たちといる方が楽だから、学校は行かないで、もう教会だけ頑張ろうとか、そう言って行くふうにもできましたけど、その環境にいる自分を思ったときに、なんでこの環境にいるんだろうと思ったときに、神様の心情を、悟ってほしいんだなっていうのを感じたんですね。で、その教会にいると、もちろん神様の心情は感じやすいですけれども、このサタン圏の学生生活を通す中において、神様はもっと自分が苦しいと思う以上に世界の全てのことを知っている神様なので、もっと悲しまれているんだろうなっていうのを思い、すっきりしたような、もっと苦しくなるような、そのような人を高校1年生から2年生ぐらいにかけるにあたってするようになりました。そうですね。で、毎日その人をしていたんですけれども、ある時私自転車で神戸高校に通ってたんですけれども、家から通学から神戸高校まで30分ぐらいかけて自転車で行ってたんですけれども、ちょっと学校が憂鬱だったので、やっぱ自転車で行くのも嫌になってきて、お父さんに送り迎えをして、車でスッと行くと、なんかちょっと気持ちも整えられて行きやすいという時期があったので、車で送ってもらってた時期があったんですけれども、でその時に、車の中ですと、その学校着くギリギリまで、なんて言うんでしょう、お祈りすることもできるので、自転車ですと友達と一緒に行ってたので、もう会った瞬間から恋愛の話みたいな感じで、もう心情が私は揺らいじゃってて、結構体調が悪くなったりとかしちゃうタイプだったんですけどそうですね。で、車で行くようになった時に、またいつも通り、今日も学校が始まりますけれども、どうか神様はこの一日を乗り越えさせてくださいっていう感じで祈っていたんですね。そしたら、すごい初めての感覚があって、神様が、私がこうやって助手席で座ってこうやって祈っている時に、すっごい温かく、強く、もう完璧に抱きしめられているっていう感覚を覚えたんですね。で、なんかふわっと温かい感じじゃなくて、なんか目開けたら誰かいるんじゃないかってぐらい、ぎゅーっとあったかくしてくれる感覚を覚えたんですね。で、その時に、ああって思って、神様がこんな近くにいたんだっていうのを感じて、私はクラスの中では、学年の中でもですけど、2世1人やったんですけれども、その時に、一人じゃないんだっていうのを感じて、それまではすごい、なんか孤独な感じがして、すごい行くのが辛かったんですけど、こんなにも近くにいたんだ、神様はこんなにも近くにいたんだっていうのを感じて、すごく気持ちがすっきりしたんですね。で、その時に、もう大丈夫だっていう、なんかもうパーッと明快が開けた感じがして、
2世、学校では一人の2世だけれど、神様がいつも一緒にいるから、堂々と2世として胸を張って過ごしていいんだみたいな、過ごせばいいんだみたいな感じで、すごいバーッと礼拝が開けて、そこからは学校に行きやすくなりました。で、特に嫌なことがあったわけではないって言ったんですけども、別に友達 もずっと優しかったし、いい子たち多かったので、自分の中ですごい葛藤をしていただけだったので、そのような体験をした時からバーッと礼拝が開けて、この学校生活ができるようになったという祈祷の体験談があります。で、ここにも祈りとは神様との対話であるという御言葉があるので、もう一度皆さんで訓読をしていきたいと思います。シーザ、祈りとは神様との対話である。祈りは神と人間が直接通ずる道です。祈りとは神と人間との間における親と子の心情を基盤とした言葉の交流、すなわち親子の対話ということになります。祈りのない外的刺激による喜びだけの世界が、宇宙の大きさについての人間の認識が広がれば広がるほど、200億年の宇宙の中で人間の存在のいかに小さなことかを知り、また宇宙歴史の中で人生の短さを自覚するだけです。しかし、祈りによる神との心情を基盤とした完全一体の世界は、人間の内的知識の実感の世界を全宇宙にまで広げ、全天宙を心より愛したくなる衝動と大自然を愛おしく思う心に至らしめるのです。祈りは神との近しく親しい会話であり、人間としての無限の能力の発揮の基盤であり、人間が成し得る人間としての最高の行為なのです。で、この御言葉は全然その高校生の時にあった御言葉とかではなく、つい最近あった心情開拓というリーヨハン先生の御言葉集で出会った御言葉なんですけれども、やっぱり何て言うんでしょうね、でもその苦しかった時にもちろん親に相談したりとか、違う兄弟姉妹に相談したりとか、アベルに相談したり、御言葉を読んだりって、たくさんしたんですけれども、一番最後に書いてあるように、人間が成し得る人間としての最高の行為なのですって書いてあるので、やっぱりその祈りを深くしたことによって、その時に神様が近くにいることを知ることができましたし、その苦しかった学生生活も乗り越えることができたのではないかなと思います。で、この御言葉を図で表しますと、神様と人間は祈りを通して言葉を交わし、心情を交わすことができます。そしてその祈りを通して初めて対話することができます。なので、やっぱり中高世紀になると、神様って本当にいるのかっていうのを考え出す子も多いと思うんですね。で、本当に自分で神様を感じたいって強く思うようになると思うんですよね。なので、その例えば修練会参加したりだとか、頑張ってお兄さんお姉さんたちだったら前に出て胸を引っ張ったりだとか、さまざまなことをアクションを起こすと思うんですけれども、やっぱり一番神様のその心情とか、本当に神様がいるんだっていうのを感じるその行為こそが、この祈りなのではないかなと思います。はい、なので、本当に皆さんもさまざまな環境圏で学生生活を送っていると思いますけれども、本当にその学生生活というのは特にこのフィルジャップは今回の祝福式にも分かりながら祝福を受けた兄弟姉妹たちがたくさんいると思うんですけれども、その祝福を受ける前にあたるすごい大切な準備期間でもあると思うので、この祈りを通して神様と少しでも多く対話をして、心情を
は一旦これで終了します。ありがとうございました。準備をしたので聞いてもらえれば嬉しいな。